ダウニービル少佐にちなんで、現在の名前に変えられた。ダウニー少佐の旅は1893年の自助伝金を求めてにまとめられている。ダウニービルの人口は1851年に5000人以上となったのが、ピークで1865年までに急速に減少した。ダウニービルは、ダウニー川と湯葉川北支流の合流点に位置している。百五十三年に、 カリフォルニアのシュートを選ぶとき、ダウニービルは他の15の町と共にその候補になったが、まずベニシアが選ばれ、その後間もなく、現在のサクラメントがシュートになった。1851年7月、白人の鉱山師を殺した容疑で、フアニタと呼ばれるメキシコ人女性をダウニービルのボートが死刑にしたとき、町は世間の注目を浴びた。 カリフォルニア州の歴史の中でも唯一の女性に対する死刑となっている。街の北にあった近郊原はゴールドラッシュの時代に様々な名前をつけられたキャンプで溢れていた。例えば、ブランディシティ、ウィスキー・ディギングズ、ポバティヒルおよびポーカーフラットなどだった。これらキャンプの多くがゴールドラッシュが終わった後に完全に消失したが、ダウニービルは 地理的な位置とシエラ軍の軍長所在地であったために生き残っている。ダウニービルはマウンテンバイクで人気ある場所となっており、2日間で長距離耐久レースとスーパーディー格好レースが行われるダウニービルクラシックや極度な難コースで行われるクロスカントリーレースなど世界的に有名なレースを開催している。2003年にはシングルスピード世界選手権が ダウニービルで開催された。その他のアウトドア活動としては、オフロードバイク、火薬、ハイキング、および、金の専行がある。洋食ニジマスや、ジャーマンブラウンの釣りも人気がある。ダウニービル博物館は1852年頃に、中国人移民が建てた店舗を転用した建物を、使っている。ここには、ゴールドラッシュ時代から現在に至る生活を表す、新ナじナが展示されている。 地域内には様々な宿泊設備があり、キャンプ地やモーテルからシエラシャングリラやザルアにあるような川沿いの小山である。ダウニービルでは州内でも最古の週刊新聞、マウンテン・メッセンジャーが発行されている。通常年の高校卒業生の数はハンダースほどである。メインストリートには独自の郵便局があり、郵便番号は95,936である。標高は 約2900フィートである。シエラ軍ではロイヤルトン市が人口最大であり唯一の法人化都市なので一般に軍管理委員会の会合はダウニービルとロイヤルトンで半分ずつ開催されている。カリフォルニア州議会では上院の第1および会員の第3選挙区に属している。連邦議会会員ではカリフォルニア州第4選挙区に属し、 クック投票動向指数では、共和党プラス11となっている。2010年時点で、すべて共和党議員が務めている。アメリカンファクトファインダー、US センサスビューロー、2011年2月4日。2011年4月5日閲覧。メジャーダウニーウェブサイトハット、シエラカウンティーガバメントディレクトリ二2011年3月5日閲覧。ウィルジェリーマンダードディストリクツステムザ。 ウェーブ・オブ・ボーター・アンレスト。キャンペーン・リーガル・センターブログ2008年2月10日、閲覧。ありがとうございます。